皆さんこんにちは、シーローです。毎週恒例紹介銘柄週刊報告をさせていただきます。先に自己紹介をいたします。シーローの米国株ノートを運営しています。 YouTube では主にアメリカ株の有料個別銘柄について動画にしています。紹介銘柄は YouTube、ノートを中心に必ずフォローしています。もし動画良いと感じていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。またメンス会員です。メンサやプライベートに関してもノートでたまに書いていますので、よかったらご覧ください。この動画では、紹介銘柄の週間騰落率、来週の株価展望、シーローの今後の投資戦略について紹介していきます。まずはロイヤルティファーマです。今週は下落。週間騰落率はマイナス 0.9% です。次の銘柄は、アーバタスバイオファーマです。今週も下落。週間騰落率はマイナス 4.0% です。来週の株価展望を紹介します。ロイヤルティファーマー2週分の下落。新規ニュースはありませんでした。アーバタスバイオファーマー3週連続の下落。今週はバークレイズとジェフリーズのカンファレンスに参加しました。また、モデルナ裁判ではモデルナのロイバントに対する主張やサンプル提出の延長が確認されました。個別株の推移を確認します。今週は金利が大幅上昇した1週間でした。金利上昇により小型株は全体的に不調でした。FOMC 後の金利動向に注目です。今後の投資についてお話します。週間騰落率 S&P500 マイナス 0.13%、 ナスダックマイナス 0.70% でした。今週はインフレと金利に揺れた1週間でした。 CPI と PPI が予想を上回ったことから利下げ観測が後退して金利が大幅上昇しました。小売売上高とミシガン市場は予想を下回りましたが、そこまでインパクトはありませんでした。最後にシーローの来週の投資スタンスは AI 受け維持です。来週は FOMC に注目しています。FOMC では利下げ観測、ドットプロット、QT 縮小が論点です。随時配信で景況感変化などを発信していきますので、合わせてご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画面白い方、役に立ったと思う方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また、友達や周りの方にも、ぜひ見ていただけると嬉しいです。ノート、X も毎日相場について更新しているので、フォローお願いします。以上、シーローでした。また見てください。